はいえー、それではですね、本日のガイダンスのテーマ、AI 時代に生きる広がる便利士の魅力、大公開ということで、レクセン人工師の宮口聡です。どうも皆さん、こんにちは。はい、あいよいよね、2022年向けのガイダンス、スタートいたしました。あ実は12月にもね、1回あ,のありましたけども、まあ、年明けてから、 発今ねあのもうご存じのとおりあのコロナの影響で非常にあの、まあ、日本というかねもう世界が非常にこう困っておる状況です。で緊急事態宣言も出ましたけどねあの皆さんね、えー、これだけは一つ言いたいんですけどその、まあ、コロナの影響はすごいありますけどね。 あのまあ、資格試験は待ってくれないというかあの毎年やってますんでね、まあ、だから勉強はしないといけないんですよ。それで、えーまあ、中にはねその予備校に通わずに、まあ、独学でという人もいるかもしれないんですよ。しかしこれだけは、ね、確実に言えることなんでもう事前に言っておきますけどあの便利試験って独学では受かりません。はい あじゃあ絶対かと言われると物事に絶対ということはねあのないんであのそこは断言しませんけど実際にあの <laughs> 何年かに1人ぐらいは出ますんでねあ基本的にはもういないと独学で受かる人はそう思っていいですでこの私自身が独学でやってたんですよ、ええ、で最初の5年って言えばいいかな最初の5年はもう本当に、ええ、無駄な5年でしたええ 独学ででやってたんでで最後の1年ねあの東京に転勤になったんで会社の人事異動でねそれで初めてあのレックに、えー、通ったんですよそしたらねあの1回で受かりましたはいだから自分ではね私あの一発合格だと思ってるんですよっていうのは全然違う方向にもうなんていうかゴールが向こうなのに全然違う方向に向かって全速力で走ってるようなそういう勉強法やってた,やってたんでね 誰も使わんだろうみたいな基本書も使ってたし。で、やっぱりね、あの、お金はかかりますよ。しかし、まあ、その分ね、早く受かった方がいいと思いません?えー。そのせこい思いしてね、独学デートがやってるとね、結局ね、五六年あっという間なんですよ。それよりも、お金をかけて、一回で受かって。より、ステージの高いところに立って、仕事した方が、より稼げるし、いいんじゃないですか?。と思います、皆さん。 ね、であとやっぱりそのあのこう言っちゃなんですけど、せこい性格の人って弁理士に向いてないと思います。<laughs> やっぱりね、あの企業の気持ちがわかるというかやっぱりその発明って結局金がかかるんですよ。そうでしょう。青色ダイオードだって青色発光ダイオードだってね、その開発に相当時間かかってるし金もかかってるよ。 でやっぱりその何ていうんですかねこうや安くでいいものを作ろうなんてねやっぱりそれは難しいんですよ技術っていうのはねだからあの今コロナのワクチンだってそうですよ相当金かかってますよやっぱりねその新しいものを生み出すためにはお金がかかってしまう、ね、それをアシストするのがこの知的財産っていう分野なんですよ。それを担うのが我々便利ですからね。 だから、まあ、こんな金のかかる発明はちょっと無駄ですよみたいな考え方をしとったらいかんでしょう。うん。でやっぱり我々もこのいい技術ねいいデザインそういったものをどんどんねやっぱり世に生み出そうというそういう気概のある人にあのなってもらいたいたですよねあの今ね知財立国として日本は世界の中で3位だけどね、えーまあ、1位だった頃もあるんですよ。 まあいわゆるあのバブルの時代ね平成け桁前半ぐらいのその時はもう世界で一番だったんだけどあの今ちょっと3位だけどねそれでもすごいじゃない3位ですよ世界でねアメリカ中国に次いでだからね日本はねそのまあ知財立国として十分にその胸を張っていけるポジションにあると思いますしかし今後の我々の弁理士のもう活動活躍移管によってはね もっと駄目になるかもしれないしいやあのやっぱり2位か1位に返り咲く可能性もゼロでではないわけですよねやっぱり今特にねまあスマホとかの技術が注目されてるよねあと車の電気自動車に向かってやってるでしょでこれはもうどうしようもなくて時代の流れだからね今あの車はガソリン車とディーゼル車とまあハイブリッドまあその3つだと思います今。でももうほとんどね もももうディーゼルも普通のガソリン車ななくなるんですよ完全にもう PHV になっていくと電気自動車にねで、まあ、あのそういう中に我々は生きてると技術の変革も求められるとだからねそういった方面での,その技術新しい技術をどんどん生み出していかないとあの日本は立ち遅れていくわけですもうヨーロッパもアメリカもね中国も表明しますからね 早ければ2025年もうあのガソリン車はゼロにするっていう宣言する国もあるしあるいはボルボンみたいにあの自動車メーカー自身がもう宣言する国もあるしねまあやっぱりそういう動きに歯止めはかかりません。だからあの日本も、ね、その遅れを取ってはいけないでそういったその中で、えー、電気自動車に関する技術とかをあのどんどんね特許んしてもらってそれをアシストする。 弁理士という役割、弁理士としてこの担っていく。それわれわの職責というのはね、大きな存在であると思いますね。はい。で、あと、まあ、今私ちょっと技術的なね、側面の話をしましたけど。まあ、あの文系の人なんかも弁理士を目指す人は、あの多いです。ね、多いというか、それは理系に比べると少ないですけど。 でやっぱりブランディングというかねブランドの構築ブランド価値の構築というのは今企業に求められているんですよ。でやはりそれをねこう確立できない企業というのは、まあ、損をしているっていう感じですかその努力している割にはいいものを作って世に販売している割にはねこの売れないというのはやっぱりブランド戦略がいまいちうまくいってないんですよ。 で逆にねブランド戦略のうまい企業というのはね、まあ、ちょっと変な話ですけど質が伴ってなくてもそのブランド価値でこういけいけどんどんでいけるからどんどんこう、ね、例えばあの品質が同じでもブランド価値のある製品というのはねどんどん売れていくわけですよ。ね、これは芸能界でもそうですよ。あの私はねあの、まあ、あのアーティストいわゆる歌手みたいなねあの意外とほら世の中で売れてるアーティストっているじゃない。 そういういいのにはは、ね、興味ないんですよ実は、えー、むしろその世の中で売れてないけどすごいみたいなアーティストっていっぱいいてまあそっちの方に、まあ、あの興味があるというか応援したい気持ちになるんですよ、ね、でまあそれと一緒でただその実力あるのにこのプロデュースの仕方があまりうまくなくて損してるっていうアーティストが結構いるんですよね世の中にはね。まあ逆に言うとそういう人たちを応援したいなっていう気持ちにはなる。えー、で あのそれはどうすればいいかというとやっぱり商標という側面なんですよこれこれもまた知的財産ですね知的財産でそういうあの例えばレックもそうですこの合格のレックねこれ一つ取ってもねえ特許庁にまあ商標登録んしてるわけですよまあ嘘なしでこれ取ってますよ本当にねまあだからまあレックというこの資格予備校はね資格の予備校の中ではまあトップだとねそれやっぱりブランディングがうまくいってんだと思いますよ であと皆さんの企業もどうですかねあの皆さんの、えー、いらっしゃる業界の中であの会社のシェア何位ぐらいですか1位とか2位とかね、まあ、それもやはりブランンディングの構築なんですよねで例えばまあ私あの車に結構興味がありますんでね車の話をさせてもらうとやっぱりブランディングの戦略がうまいのはねあのポルシェだとかフェラーリだとかねその辺非常にうまいですよね。 でイメージ的にもやっぱりこういいなというイメージをこう醸し出すじゃないですかねであとねあ,のあまりねちょこまかと変えないという戦略もうまいと思います特にあのポルシェっていうのはあのデザインをね変えないでしょう、まあ、あの最初に出た初代ポルシェから今に至るまで基本的なコンセプトを全く変えてないんですよ、ね、だからあのほら車の知らない人でもあんまり詳しい人じゃなくてもあの これはポルシェだとかかるじゃないでですかもうデザインを見ただけでところがね日本車はどうかというともうコロ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 デザイン変えますんでだから私のように車の詳しい人だとねあのロゴとか見なくても分かるんですけどまあそうじゃない人はねもう全部同じに見えるとそういった状況じゃないですかまあだからやっぱそういうところはねその伸びてる会社の,そのブランディング戦略というのはね大いに見習わせてある。 しかしその陰にはおそらく有能な弁理士がいるんだと思います。やっぱりそういうのの構築がうまい、弁理士がね、うまいこと、を商標をどんどん積極的に取っていきましょう。だからここでもね、あれなんですよ、せこい企業というのはやっぱり取り残されている感じがします、私は見てると。うん。まあ私もほら、いろいろ見てきてるから分かるんだけど、あのお金がかかるから出願しませんとかね、そういう会社もいます。ただ、残念な結果に終わってますよ、結局。 あの金はかかってもやっぱりイケイケどんどんで取ってきた企業というのはね結局維持こういうねコロナ禍にあっても維持できてるか伸びてますむしろ逆にうんやっぱり知財戦略というのはすごく大事お金がかかってもやっぱりあのどんどんね攻めの姿勢でいかないとね今世界がねあの今までこうなんていうかねあの知財なんてどうでもいいわみたいに思ってた国も徐々に その知財に対するマインドを高めてきてるからねより一層なんて言うんですかねそのリテラシーという側面から言うと遵守してていく方向に向にかってます今ではねそんなもう真似し放題やわっつってねあの訴えれる問題を訴えれてみろみたいな感じで平気でその模倣品を作るようなそういう国が多かったですよ。でもやっぱりほら今ねあのメディアがもうちょっとでも世界で変な出来事が起きるとねニュースでやるし。 でインターネットででもさすぐも皆さんの目に触れ,られるでしょうそれがね構想してねやっぱりそのいい方向に向かっていると、ね、でしかもこの今日ね AI に生きるっていうことなんですけどその AI によってその皆さんも聞いておたるかもしれないけどこの取って代わられるようなね仕事をベスト5とか、ね、いろいろやってますけどあの、まあ、資格でもねあのよくやってます AI によって汰される資格は何だみたいなね で弁理士なんかもあのそういうランキングに上がったりすることはあるんだけどただ逆に言うと、AI、とと一番密接関係にある資格ではなないかなとで私の知り合いの弁理士なんかでもねその事務所を経営してる人たちがいるんだけどあの逆にね今ほらあのコロナ禍で、えー、人を雇,雇いにくいというか雇い,雇いたいんだけど雇いにくい状況があるよねっていうのは。 そのテレワーク推奨したりしてますからその現場にねその事務所に来てもらってオフィスで仕事をしてもらうっていう形態がもう崩れつつあるんですよだから多分皆さんもこれから特許事務所に就職する時はまあ一つ確保しておいてほしいのはねそのまあ現場に来るっていう仕事はあまりないと思いますもう,ああのうちの事務所を来てくだださいただもう。 そうですね、もう週に5日ぐらいはもう自宅でやってもらいますよみたいな感じですよ。ええ、であの、もちろんね、事務所は、特許事務所はねあのその、なんていうかね、大企業みたいにものすごい大きい事務所と、それからまあ私がそうであるように、もう1人とか2人でやってるような事務所の、もう二大もうあの、もう対局を成してるわけですよ。でもちろん大,大事務所っていうのは少ないですよ、ええ。ほとんどがやっぱり、零細事務所なんですよ。 で、大事務所も、これから、あの、課題に直面するのは、あの、すごいね、でかい。オフィスの中で、その、えー、そうですね。例えば、このエルタワーもそうです。ここの四階上にも、巨大特許事務所があるんですけども。あの、まあ、占有面積に対してですね。その、テレワークじゃない、この、現場に来る、その、従業員というのが、もう今、少ないわけですよ。そうする、どうなってくるかというと、当然、経営者としてですね。 こんな家賃高いのに、ね、<laughs> ほとんどもう来ないのに <laughs> で昨日か一昨日のニュースで東芝か日立ちだったから、ね、もうあの今、3割だっけ7割テレワークにするって目標があるでしょ政府のところが日立が東芝,東芝だったと思うんですけどもうほぼ0%出席率だからテレワークほぼ100%に近い状況で。 なんかニュースで、ね、今、今オフィスの状況ってこんな状況ですってやってましたけど誰もいないわけですよ。で、そうそれ、まあ自社ビルとかだったらいいけどそう借り上げてるところだったらもったいないよね、家賃が。そうだから今ね、大手も軒並み、ね、オフィスの面積減らしてますえ。そして家賃をどんどん減らしていけるじゃん、コストも安くできるよね。そう,そういう動きが加速してます。でそんな中この AI、ね、だからある意味 弁理士にとってこの a i というのはね。これから弁理士を目指す人にとってはいいんじゃないかと思います。っていうのは最初はね、その皆様実務がわかんないでしょうから。どっかの事務所なり、企業の知財部なりに、あの務、ー、めたほうがいいと思いますよ。ね、実務の色はべ、勉強とやっぱ違うところあるから。ね、勉強は勉強と割り切った方がいいよ。受かるためにね。まあ、そのためのプロだから、私はね。まあ、もちろん実務もやってるけど。 とにかく皆さんには受かってほしいという、ね、気持ちで指導していきますしかしその、まあ、受かって、えー、実務経験を積んで,でその後あと AI が皆さんをアシストしてくれることになると思いますつまりその大手企業で、ね、大手事務所で多くの人たちをこうそれぞれの分野のスペシャリストを、ね、この雇って経営していくというスタイルがもう一人事務所要するに一人で経営できる。 ね、あのえあの事務的な仕事はこの AI に任せてというだからねある意味こうウェルカムな時代、ね、今ではどっかの事務所に勤めて、まあ、それでこう一生を終えるようなことが多かったかもしれないけどこれからはもう皆さんがねもう自分でこう事務所を経営して自分の切り口でやっていけると、ね、自分の個性で自分の得意分野でやっていけるといういい時代が来ると思います。 もうだからあのそれこそあちこち出歩かんでも自分の自宅対特許庁でオンラインで結ばれてますから、ね、オンラインでできるわけですからねこれは私、ね、あのいい時代ですよ私昨日特許庁に実は行ってきたんですけどあのコロナの宣言がありますよね緊急事態宣言があって来週から来週月曜日は祝日だけど火曜日からねもうあれよ全面閉鎖特許庁。 ね、特に国,国がさそうやって宣言するわけですからやはり省庁がこう大々的にねあのなんだテレワークとかやらんとさ示しがつかんからねだから審査官も、まあ、内部でやってるかテレワークでやるか知らないけど基本的に我々のような外部者シャットトアウトですそうなるとどうなる結局我々家、まあ、事務所なり家でテレワークでこうやり取りをせないかわけ特許庁とオンラインでねほら。 だからもうう時代の流れがそうなってますからだかららだこれから便利書を目指す人にとってはむしろいいと思いますよ、ね、あの新しい固定観念にとらわれずにやれるわけやから。で,でまあ,あの私の教え子でね結構あのインパクトのある人がいるんだけどあのここからね歩いて5分ぐらいのところで事務所やってるんだけどねあの名前は言わない方がいいかな。 別に悪いことで言ってるわけじゃないからあの名前言ってもいいかもしれんけど言わないようにしておきます。ここから歩いて5分ぐらいのところにねあの、まあ、私の教え子で受かって今独立している便利士がいるんですよ。で年齢はね多分60超えてるかな私よりずいぶん年上でしたよね平成19年に受かったかな。でその人ねあのそうね19年ってことは今から10年前か、うん、だからまあ50過ぎて受かったんだよな。 でなんかみんなほらあの就職のこと気にするじゃん、ね、あの年取ると不利なんじゃないかとかね、うんまあ、そういう心配する人にとっては朗報だと思うんだけどまあその人もね、まあ、自分でこう割り切ってたというかまあ自分もね年だからもうあんまり雇ってくれるところにいないやろうということでなんかいきなり独立したんですよ <laughs> いきなりねすごいねその度胸っていうのもねそれでどうやってまず顧客を獲得したかというと。 弁理士会の無料相談ってあるんだわ、ね、あの無料で相談に応じるという、ね、それもちろんお客さん無料だし弁理士も無報酬なんですよまずはそういうところからやるんだけどそこで結局さお客さん獲得できるわけよじゃあ私の事務所でやりますわみたいな感じでそれでねあの、まあ、話を発しておりますけどね、まあ、その人ねあれですよ、えー、と技術系の人です。えー だけど、ね、まあ何でもできるんですよそれで今ね商標ランキング4位ぐらいになってますあのいい大手事務所も全部入れて商標出願ランキング4位一人事務所ですよこれはね AI 時代 IT こういうのを駆使すれば一人でもそのぐらいになる大手を差し置いてすごいよね、うん、もしあの紹介してほしければ俺が紹介するよ、うん、面白い先生だから個性豊から豊な そうね、あのほらイギリスの人でいるじゃんなチャップリンじゃなくてあミスター・ビーンだちょっとミスター・ビーンみたいな感じの人ですがお <laughs>、ね、い人ですよ、えーはいまあ、そんな感じですね。はい、ということであの一人事務所でもこの AI の力を借りてそういうふうに抜きんていく。 であと、ね、私の教え子であの中卒で1階で受かった人いるんですよ、ね、これにも載ってるけど、うんあのね、究極の攻略法というこの本がのあるんですけどね、でまあ今日来た人は、ね、もしかしたらこれ、読んできてる人もいるかもしれないしあの、これから読んでいただいてもいいと思います。必ずあのあの読、ま、知っておかないといけないこう知識みたいなものがこう凝縮されてますから、早いうちに読んだほうがいいよ。 そしたら、ね、こう私がほら最初の5年間、ね、その合格の方向がこっちだったらさ全然違う方向に向かって全速力で走っとそういうことはないからぜひ、ね、読んでほしいでこれの、ね、後ろの方にそに中卒一発合格者の本があ合格体験記が、ね、載っているんだけどそういうのも見てほしいで彼女はすごいですよ。まだ独立してね まあ3年ぐらい、あごめん、独立してじゃないよ、合格してね、3年ぐらいですよ、もう独立してます。しかも、事務所にね、AI チャットみたいなのを導入してね、もう先進的な事務所にしてますよ。えすごいですよ、それこそランキングでもね、まあ、1桁台じゃないけど、2桁台に来てますね、もう、すごいでしょ、何千たる中で、すごいでしょ、しかも YouTuber だしね <laughs>、今流行りの、ね。 すごいでしょやっぱトレンドな生き方知るなって感じねうねだからそういうねそのじ自己実現に向けての、あのー、足がかりってなりますよこの弁理士に受かることで、ね、受からないとやっぱりさ受かってもいないやつがなんでこんな出しゃばっとるんやという見方されるけどね、まあ、やっぱり受かってそれをこう足がかりにねこのネット社会を通じてですね活躍されるっていうのは。 もうう本当に自流に流乗った生き方でではないでしょ私ね、こうレジュメも一応あるんでね、うん、こういうのも見ていただくといいとは思うんですけどね、うん、どこか、そうですね、便利子の仕事、私ね、はっきりと私の性格上、字面に書いてることをその棒読みするスタイルがあんまり好きくないんで、読、まあ、んでくださいとしか言いようがないんですけどね。 そうだなまずあの重要なことはね、えーまあ、2ページ言うとね、あちょっと皆さん、アンケートだ、理系の人どんぐらいおる、今日理系の人、はい、文系の人は、はい、じゃあね、一応そういう話もしておこうか、えーまあ、やっぱり理系と文系に分かれるんですよ、ほら、ここに書いてるように、ねはいで、理系出身の人はね、特許の実務をやることになるでしょうね、一般的には。 あの技術をほら文章化する仕事、ね、だからそういうのをねあの AI 技術でもってある程度こうあの書けるんですよ。というのはね身近なところでイメージしやすければあの自動翻訳ですよ皆さん Google とかでもやってるでしょなんか英文って、ね、分からんければもうサクッとさ Google 翻訳のページにしてパッとこうコピーすればパッて日本語をするしてくれるじゃない今。ね。 AI を使うとそのある程度の技術のキーワードと図面みたいなのをこう、ね、こう入力すれば明細書ある程度書いてくれるというのも,もうある程度完成してるんですよそうでだからそれをまあ買って、ねまあ、あの何百万かするかもしれんけどそれであとは、まあ、完成度は、ね、100じゃないですよやっぱりあの自動翻訳と一緒でなんか変な日本語になってるんですよ。 だからそこは我々がねあのやっぱりそこはアナログ的にやっていくと、うん、それでだいぶ負担減るからねそしてやっぱりそうね何日かに1件ぐらいしかこなせない仕事がもう一日に数件とかこなせるようになってくるかもしれないよねそうするともうすごいよねあの収益なんかにもつながってくるよ最初の初期投資は大変かもしれないけどねだからね最近の,その若手の人はやっぱりうまいっていうかあの 私の教え子なんか見てるってねその独立で成功する人たちを見てるとやっぱりねあの思い切ったことをやれる人が多い思い切ったことだからねそのなんていうかさっき言ったじゃんあの,あ,あのね性格の人あんまり向いてないし、うんまあ、もちろんねあ,のあれですよ、えー、受かることはできると思いますけど、まあ、普通に終わっちゃいますわだから皆さん何のためにその弁理士を目指すかというと一つはね何回も繰り返しますけど あの知財日本の知財立国としての,、ねそのえー、自分たちがこの下支えして、ね、あの日本を、ねまあ、今3位だけど2位、1位にしていくんだという気概を持ってやってほしいというのがまずあるしそれからやっぱり今の、ね、皆さんの置かれたあ、まあ、現状というかそれをこう打破したいというのもあると思うんですよ。ね、例えばそのなんかで、ね 会社員としてなんかうだつの上がらない人生を送っておられるとそれをなんか打破したいとそれはいいと思いますよ私もそういうのあったからね、うん、いやまあ現にそういう動機で目指される方多いと思いますよ、まあ、弁護士もそうだと思うけどね、うん、それいいと思うんですよむしろそれがあの、まあ、動機づけとなって頑張るわけだからねええそれであの、まあ、しかも自分の得意分野があればそれを生かしてい,かいけるわけじゃん。 うん、でさらにさらにまあ,ある程度の投資はしていくことになるけどそれによってより倍2倍3倍と伸ばしていけるというねしかも私のほら教え子みたいに一人事務所でも事務所ランキング4位に躍り出るぐらいのね、うんあのねあれよこっから歩いて5分ぐらいなんだけどどんな事務所かというとねあの俺も始めていった時はさ、まあ、分からんからねいやーなんかねすごいなんか。 広いのかなと思ったんですよそしたらね三畳一間ぐらいですいわゆる畳三畳一間ぐらいですよ一人ですからねでもちろんねあのお客さんが来るように備えて打ち合わせもできるようになってんだけどでも三畳一間だからね <laughs> おあの3人で押しかけたんですよまだコロナが流行ってない頃に。 行ったんですよ3 4人でさよ <laughs> もうぎゅうぎゅうめ <laughs>、えー、そういうところになってんだよすごくない、うん、それでさ、あのー、事務所っていうとなんか本とか書類とかいっぱいある感じやん全然ないのやっぱその辺すごいよねだからこう,こういう書類関係とか全部あのあのデータ化してさもう署名はほとんどないのよ、うんうん、だからそういうところもやっぱすごいなとやっぱ IT とか AI とかをね駆使してうまくやってんだよ 必要なものは全部データ化してそしたらもうほんと三畳一間でできるんだよそしたらねやっぱ新宿ですからテナント料高いよだからどうすればいいかって考えてるわけよ彼もそしたら面積を狭くするしかないじゃんうんでも駅から近いお客さんも来やすいほらね一人事務所でもあのやっていけるすごいよねそうまあそんな感じですよねはい よしじゃあ文系の人ね文系の人はやっぱりねあの、まあ、商標が一般的だね商標が一般的なんですよ文系の人はねうんただあのちょっとね理系と文系の中間で衣装という道もあるよ衣装という道もあるデザインで私もね結構あの衣装はどんぐらいかな今300件ぐらいの登録実績ありますよ まあだから質の倍とか23倍はやってるんだよね1,000件近くやってるんだろうけど数えたことないからね正確には分かんないけどまあだからねいろんな道がありますで文系の人はねプラスね語学も身につけておいてもがいいですあのっというのはね、えー、と理系の人は例えば自分にこの得意な技術分野があるとするじゃんそうするとね大概もそれだけで食っていきますよね うん、もう何ていうかこう参考書とかなくても自分の頭がその分野の参考書になってるわみたいな人はねもう十分食っていきます。ただ文系の方はね商標は結局理系の人でもできるわけですからどこでで差別化を図るかなんですよそうするとやっぱりその何て言うんでしょうえー、っとまあアメリカとかねヨーロッパみたいに英語圏の出願はもちろんのと、ね、今中国出願すごい増えてますよ。 それから韓国ね、ね、まあ、今日韓関係がちょぎくしゃくしますけどね昨日もなんか判決が出てねより一層ぎくしゃくするんでしょうけどただね、ね知財の分野においてはもうあああのののやっぱりねあのあれよその敵対視するんじゃなくてやっぱビジネスパートナーとしてやっていったほうがいいです。なぜかというと韓国ってね結構やっぱサムスンに代表されるように結構ね日本にこういっぱい出願してきますんでねでやっぱりその韓国企業と何らかの縁があったらあれ やっぱりこの仕事来ますよ、えーね、だからやっぱりその、まあ、政治の世界とそのビジネスの世界はちょっとねさておいてやっぱりこの、まあ、一応ね隣の国だし中国もそうですけどね政治的には色々ありますが、まあ、知財の分野ではやっぱりこうタイアップしながらやっていくということが大事ではないかなと思いますよ。はははいであとはねね重要なことは、ねあのー そうですねちょっと待っていろいろ見ていきましょうか、はい、就職先は、ね、やっぱり事務所が多いですね一番今も昔も、えーあのー、これがもう一番多いんですよただ次に多いのが企業の知財部って感じ、えーまあ、それも昔と変わらないあんまり、えー、ただ、あのー、昔よりは独立しやすいんじゃないかなと思いますさっき言ったように。 あのこういうい AI とかつ使いながら一、ね、人でもあのやっていけるしであと、ね、私の教え子は最近、ね、いろいろ連絡くれるんだけどどんな連絡かというとあのあれです独立したあお知らせ独立この度、独立しましたな。なんでかというとあの今、テレワークじゃん、ね、だテレワークやっているうちにもうやっぱり気づくんだよあ自分でできるわとそういうことです。<laughs> でだからある程度はあの いろんな、ね、タイプのほら出願とか審判とか訴訟とかねいろいろありますから意見書補正書とかあまあある程度一通り3年ぐらいあるとこんなもんかなっていうふうに見えてきますそれでこう特許庁のとのネットワークでやり取りするそうするとこれ自分でもできるわどうもう所属してる必要ないわと思うわけよ <laughs>、ね、だから最近ね去年1年間で特にあの下半期そういうお知らせ結構来たよ俺のところに。 ああ独立したんだみたいなね未ないまですわ、えー、もしかしたらあれかもしれないけどねお大手事務所がねちょっとやっぱそういうほらあの大手の方が今ちょっとなかなか動きづらいところがあると思うんですよ大人数抱えてといは小規模の事務所の方が今動きやすいからねテレワークとかも一斉にできるしだからそういうのもあるんじゃないねだからそういうあの本当ね独立するためにはもう一番うってつけの資格だと思いますわうん。 はい、それはもう弁護士以上にあの独立しやすいんじゃない、うん、だってね弁護士といえば裁判所への手続きじゃん裁判所ってオンライン化されてないから言っとくけど <laughs> 特許庁はねもうさすが特許庁ですよ技術を扱ってる庁だけありますオンラインですわな、ね、だから裁判所はもうあれよあの書面主義だからあのオンラインでビュンじゃないよ、うん、あのわざわざこう届けたり <laughs> 郵送で送ったりせないかんよほら。 そういうい意味ではやっぱり弁理士の方が、ね、より進んでいるなと思いますわ、ねはいまあ税,税理士とかはね今税税国税庁があのオンラインでやってるからいろいろ確定申告だねまあちょっと特許庁に近いかなと思いますけどねはいそんな感じはね、うん、もうああそういう話をしてる間にねなんか時間がどんどん過ぎていくんだけどまあ一応ね6ページとかに収入の話とかもね あの書いてるからまあ読んでくれただ私はねあの、まあ、よ読んで分かることは話はしませんのであの、まあ、ここに書いてないことをお話しするとねこれはもう,もうあれですよ皆さんの置かれたポジションによってまちまちですよ例えばねそう大卒で22歳とかであの就職してさその1000万とかねそれはありえないですよでところがどっかの部長さんだとね あの大手企業の資材部長とかそういうのがもし万が一あの事務所に転職すればねそりゃ1,000と1500ぐらいいくんじゃないのだから皆さ,んにか皆さんの置かれてる状況によってもそれは違うからねだからあとほらあのねスペックも分からんわけじゃんねなんか話はうまいけど仕事はできない人もいるかもしれないけれど逆に話べただけどすごいその実務能力ある人だっているわけでしょだから事務所もさ結局ねリスクは高いわけよ人を雇うということが。 だからやっぱり最初は様子見だから1年目はねな,なんかこんなここに5600万とか書いてるけどさまあそういうパターンが多いと思うよでその中で1年目は我慢してくださいでその中でやっぱり頭角を表す人と頭角を表さない人がいるんで頭角を表す人ってもう1年目ぐらいから出るんですよ私も過去の経験から言うとね、うん、で1年目で頭角が出ない人っていうのはま,まあもうそのままですわまあ普通の人って感じね で、逆に、うだつが上がらない人っていうのは1年目から分かります。うだつが上がらないなっていう人がね。で、あの、あとはね、自分が妥協できるかできないか。その、えー、例えば自分がうだつが上がらな、上がってるっていうか、能力が高いのに、その、なかなか報酬を出してくれないと。そしたらや,やめて転職すればいいだけの話でしょあの、ちゃんとね、評価してくれる事務所いっぱいあるよ。で、逆に、うだつが上がらない人は、 そのまあ、妥協できるか安いけど俺どうせうだつが上がるからね、まあ、それでもこんなに出してくれるんだったらもういおうかなみたいなね,、うん、あのねこんな話があるんだよ俺のお仕事でうだつの上がらない人がいてねう受からなくて、えー、なんか俺にもよく相談してみましたけどなんか俺、もうなんか便利書として向いてないんとちゃう,ちゃうかなとかなんかね相談に来ましたよ、えーと,ころがね、ところがどっこいなんですよあ,の、まあ、ある大手の事務所に勤めてる人なんですけどね それで,、ね、あのほらでエルターもそうです、あの防災委員会というのがあるんですよ、防災委員会って。あの要するにほらへヘルメットとかリュックとかあの、ねい、いざというときにこう各テナントごとに責任者を置かないといけないし、で、そのって誰もやりたくないじゃん、そういうのってね。で、俺がそ,そ,そういうのを立候補しろって言ったんですよ。ね、お前、もう、連載所とか向いてないんだったら、ちょ事務所ってみんな、ね、そういうのやりたくねえから、そういうの、ちょっとお前、立候補してみろ。あと あの春の花お花見のせ取りとかねそういうの率先しやれとで俺のアドバイス通りにやったんですよそしたらもう事務所から重宝されてねなんかあのちょっとあんまり弁理士として生かされてはないですけどなんか弁理士の人事部の部長になってます今 <laughs> でそれはそれですごいよね部長ですからもう相当いいお給料でやってますでほら弁理士だからやっぱり弁理士を採用するというにはね あのその人が当たるわけやからそれはそれでいいよね何も資格がない人がやるようにねで、やっぱりね要するに適材適所を見つけろっていう努力をすることですね適材適所ねやっぱりもうそれが一番重要だよねうんはいまああっという間になんか時間がね過ぎていきますけどもあのそうだねあとはまあ宮口クラスの特徴とか言っときましょうか まあみんなね、レックの先生、優秀な先生ばっかりですので、あのね、話もうまいんでしょうしね、ただね、これだけは嘘をつかないというか、これ、皆さんえっとまあ私のところですけど、ああ一番上のグラフがそうですけど、正直に言います減ってますよ、ほら、減ってますでしょ、人数ね、それはコロナの影響ですわ。 で今まであの100人超えしてたけど、減ってます、これ、嘘なしで。でも、まあでも、一番上をキープしてるということですね、それをまずアピールさせてもらいます。あとは、これ、通信ね、だから通信伸びてるんですよ、ほら、通信100超えました、ね、通信100超えてますんで、こんなご時世にあって伸びてるでしょ、これね。 うんまあ、一番上のレベルで伸びてるんでこれはもう胸を張って言えることかなとは思いますいろんなね、えー、コースがある中でね。はい、ということそれから、あのーね、皆さんこのこの私がこの本出しておることからも分かるようにあの一発合格者の数が非常に多いです、ね、これやっぱりねあの中央経済者さんっていうんだけどわ私のところにあの取材に来られましてね始めてきた時。 あのかんか噂に聞くところによると宮内先生のところがなんかもうとんでもなく一発合格者が出るということでちょっと取材に来たんですけどってねで「どうですかそのノウハウを本に書いてみませんか?」っつって,ってあのそういうのがきっかけですわ。でこれね実はフルモデルチェンジの第2版っていう感じなんですけど最初一発合格バイブルということで販売してたんですけどねあの最初のね初代目に比べて何が重視しているかというと。 あの私の教え子のその「弁理士でね活躍してる人のなんかコラムみたいなのが結構随所に入っててあのまあ文系だけど技術で活躍してるよみたいな人とかね子育てで40代ながら女性で一発合格しましたよみたいな人とかねさっきの,あの中卒の人とかね一発合格ねすごいでしょであとねやっぱり私がね声を大にして言いたいのはね やっぱりこうデータに出てくるというか、はい、このあの今日の,、ね、この AI 時代に生きるのを最後に特許庁のデータが載っています、これ、令和元年10月31日ということで残念ながら今年の便利試験はまだ合格発表が行われておりませんので現在進行形です、まだ3次試験も行われていませんので1個前の便利試験のデータなんですがここに、ね、最年少20歳、最年長76歳といるでしょ。これ 最年少20歳この人一発合格です最年長、76歳、えー、この方はまあ別に一発合格ではないんですが、それでもすごくないこれあれですよ、ギネス記録ですよ、76歳はね。はい、皆さんあ、あれ、えー、これ嘘なしです、6ページ見てください、このカラフルパンフレットの、このパンフレットありますよね、これの6ページに載ってますよ、ね、ちょっと小さく見せますね。 あの露骨に見せるといろいろ肖像権とかのあれもあるからね俺はこういうふうにぼやっと見せますけど6ページ、はい、で上の方がその二十歳の方ね下の方,下の方はねあの76歳の方で合格体験書いてるけどうちのクラスであることが分かると思います2人ともうちのクラスです、ね、こうやって出るんですやっぱりこれだけ見てもねやっぱりあのうちのクラスからねそういう代表的な。 もう両極端ですよ最年少と最年長が出るんだよねで最年長はねこれまで72歳が最高記録でしたけどそれを4歳記録更新です二十歳で合格はね実はもっとすごい人がいて19歳で合格はうちのクラスから出てますからまあそれはさすがに抜いてませんけどねまあでもね優秀じゃないですか二十歳で受かって、えー、そんな感じなんですよええー、まあそういうことやねあの 皆さんねちょっと私が一方的にしゃべってる感じなんですけどもな皆さんが、ね、なんか欲している情報があればそれに答えますけどねどうでしょうかちょっと女性の方は、ね、せっかくいらっしゃるんでどうですか何か聞きたいことあればいいですよ勉強時間、それねよくある質問なんですよ、ね、勉強時間ですね。はいあの これに書いてあるんですよなのでこれ読んでくださいっていうねせこい答えはしません <laughs> 見せますよじゃあでちゃんと書いてるんだよそういうのねえっ、ー、とねどこだったかなちょっとどこに書いてあるかがええー、まあひ言で言うとねあの一発合格者の平均時間って私あの出したことあるんですよそしたらね1500でしたねうん1500という数字 あのそれに向けてさあ,あの例えば一週間あたりねどんぐらい勉強すればいいのかという感じでほらちょっと私もねこの、えー、私の本で書いてるでしょう嘘なしでほら千五百時間これですねうんで例えばですよ例えば月曜から金曜までは三時間ねで土日で合わせて十五時間とうんそうそう一週間で三十時間確保できるじゃないですかね でさらに、便宜上 1, 1年間を50週としますよそしたら3 5十5 15で1500になるでしょこれが目安なので早い話例えば私の入門講座4月から始まりますけど4月から始まってで、ね、皆さんが受ける試験は、まあ、ちょっといいですか今、コロナ禍なのでちょっと変則的な試験に程です今、7月が担当9月が論文11月が口述みたいな感じになってますが例年5月なんですよ。ね だちょっと5月のあれでいきますとね4月から始めるともう5月まで1年もないんですよそうでしょところが今から始めるとちょっとその、えー、と1か月あたりとか1週間あたりの時間をちょっと減らしながら持っていけるでしょ1500人だから早くスタートしたほうがいいそうしたらあの1日あたりの時間を例えば今私3って言ってますけどねそれを2ぐらいに減らしてやっていけるんですよそうででしょしかも今コロナ禍でちょっと 2か月遅れとかになってますからねまあ来年もそうかもしれませんしそうでしょうだからもう早いことは始めておい早く始めるということはどういうことかというと私の,あの去年1年間やってきた講義をあの予習代わりに聞けるんですよだから、まあ、4月から実際始まるにしてももう今のうちから予習できると私の講義自体を聞くことが予習であの私の授業スタイルってね結構あの蛍光ペンとかを使いますので まあそれれも慣てていっていっほしんですよ、うんまあ、その辺はねあの、まあ、分からんかったら俺がいろいろ教えますけど、まあ、聞いてるうちにねなんか法則性が分かってきますんで、ええまあ、先生が緑使う時は理由付けだなとかね青を使う時は否定的な何々できないとか何々してはならないとかななんかそういう時に青を使ってるなとかね大体分かってきますんで重要事項キーワードはピンクやなとかね肯定的な具体例は黄色やなとかね なんかイエスかノーかはっきりしないところオレンジで塗ってるなとかね <laughs> 分かってきますよええー、まあなのでね早いことはもうスタートを切るとねスカートを切るじゃないスタートを切るという感じですわねはいよし、まあ、あとはね、まあ、これに本当に載ってますからこれ本当にいい本なんでねあのぜひね見といていただくといいかなと思いますはいこちらの方はどうですか何かあればうん大丈夫ですかはい どうですか。ええ、便利士の仕事に関して、ええ、コロナの状況にあって、ななっああ、出願件数とか、ああ、そういうことね、なるほど、ええ、まずね、そのコロナ禍でその出願件数はどうなんですかという、ま,あ、まとめるとそういう質問ですね。 これは、ね、今1月ですねもうすぐあの特許庁があの行政年次報告書というのをおそらく出してくるんですよそれが出るまでちょっと私もね確定的なことは言えないんですがただ少なくとも言えることはねそんなにあの多分ねそのすげえ増えてるということはないと思います印象的にただすごい減ってるとも聞いてません横ばいかちょっと減って あただ、緊急事態宣言の頃は確かに、ね、なんかあのどの事務所も減ったなとか言ってましたけど、またね、こう V 字ほどじゃないにしても回復はしてますよ、それは言えますね。だからそのコロナの、まあ、飲食店とかそのホテル業界とに比べると、ね、あのうあもうガタ落ちとかじゃない90%減とかそ,そういうことは全然なくて、まあ、悪くても10%減とかじゃないですか。ね あの、詳しくはその行政年次報告書をちょっと見ないとちょっとわからないけどね。今1月だからね。もうちょっとかかるかもね。うんという感じです。はい、では心配しなくていいですよ。あとね、あの皆さんね。出願件数が減ってもね。全然平気だというお話をしてください。私ね、私が実務でどういう仕事をやってるかというと、あんまり出願は最近多くないんですよ。それよりもあのえまあ、ある a 社のパテントを潰したいんだとね。 そそののパテントをを潰すすための先行技術を探してくれとかそういう仕事もあるんですよだから出願件数が減ってもライバル企業の特許を潰すためのね材料を集めてくれとか逆に材料を集めましたからその中から先生有効なやつを精査してくださいとかねねっ放置資料というのはあるわけですよ昔からそのこういう技術は存在してるぞとでそういう資料をまああの提供していただいて。 先生その中から本当に,こう本当に潰せる資料それを絞り込んでくださいというしあのお仕事いろんなタイプの仕事ありますから、ね、だから出願減ってもあんまり気にしませんね私はねという感じですよあの依頼のバリエーションが増えてるからねはいああ,あ,いうかあ理系の賞は特許やるし文系の賞は商品やるし、ね、はい 先行したところからどれぐらいの位置までカバーできるそうですねあの、うん、例えば私の例から言うとね、私はあのあの大学時代ね、理工学部の応用科学科っていう出身なんですよ、ねまあ、それは嘘なしなんで、あのだから、ひと言言うと、科学系なんですよ、私、ねえー、っとここにも書いてますけどね、えー、っとこれはパンフレットの36ページね。 はい、応用科学科、でもね、就職したのが大手防犯機器メーカーなんですよ、<laughs> 全然関係ないというか、まあ、これはね、ちょっと縁がありましてね、あの私があの大学時代ねあの、下宿しとったんですけど、そこの下宿してたところの大家さんがね、この防犯大手防犯機器メーカーの社長さんでね、そういう縁で入ったんですよ、だからね、全然科学はい、活かせなかったですね。たただ若干活かせる部分もあったんですよあの 結局皆さんのお家に付いてるあの鍵とかねあのレバーハンドルとか、まあ、そういうものを扱う会社だったんですけど、まあ、錆びないための研究とやってましたけどねで,でも結局特許,特許はそのあの科学の特許は全然なくて結局あの鍵とか錠前ですからあのメカニカルな特許算しかなかったわけですよ。ね。 うん、防衛サビを防ぐそういうのは全然なくてだから結局ねあの大学で勉強したことは私にとってはあ,あまり生かされなかったです会社に勤めてからそこで学んだことがあの特許の仕事につながっていったって感じなんですねだから今でもあの特許素顔に関してはですよもう大学時代にやったような科学の仕事はもうほとんどゼロでもうメカニカルな仕事なんですよだかから何が言いたいかといたととう 結局自分の,その出身大学でやってきた勉強を生かすためには、まあ、そういうことをあのやってる会社に就職するのが一番いいでしょうけど私みたいにねこう人の縁でこう入ると、まあ、入ってしまうという言い方は変ですけどねそうすると場合によっては全然関係のない仕事もやらされるわけですでもねそれでもやっぱりね順応していく力っていうのも重要なんですよ。環境適応能力っていううかなそうでしょ だから例えば科学だけでもねあ上ここの、ね、4階上にすごい人いるわあの上ここの上の4階上の事務所って、ねまあ、IT 系なんですよ強い分野がねエレクトロニクスというかあこれ載ってるね <laughs> こ,のこのパンフレットに載ってるよあの所長さんが、えーあのね、16、17ページに載ってるわであのエレクトロニクスだからあんまり化け系の人いないんですよ。うん、ところがね 1>, あの1人、バイオの専門家がいて、あのまあねバ、バイオももしかして出願するかもしれんなと言ってあの採用したんだけど、<laughs> でも、バイオの仕事はほとんどないんですよ <laughs>、ええ、それでどうしたというと、その彼はね、もともとポテンシャルは高いですよ、もともと京都大学の大学院まで出てるからね、ポテンシャルは高いんでしょう、でもあのソフトウェアとか全然素人ですよ、バイオの専門家ですから。 でもエレクトロニクス系の IT とか AI とかの特許さんが多いもんだからもう自然とそういう仕事しかやらされないわけよ。うん、で今はもうすごいですよあの、ね、抜いてそのソフトウェアの専門家も抜いてねもうなんかトップレベルまでにのし上がっていますよもうソフトウェアだったら彼みたいなもともとバイオの専門家だったんだけどだから両方こなせる今バイオもこなせるしソフトウェアもこなせるみたいなね だからやっぱり、ね、こう必要に応じてどんどんその与えられた仕事を積極的にやることでプロになってほしいわけねそういう力をつけてください結局、便利してあのジェネラリストとスペシャリストの、ね、両面を兼ね備えてないとあかんなって感じするよ私もこれまで見てきたところねそんな感じですはい、こちらの方どうですか男性の方はどうですかね特にないですかあれば、うん、もしあれだったらまた後でいいですからねはい、どうぞ。はい ああ大学生、うん、んう勉強もしたいけど<え>遊びたいみたいな <laughs> <laughs> そうだね遊びたいさくりだね学生はね俺も遊んでたわどうすればいいかと、はいうん、じゃあねこういうのはどうよ受かってから遊ぶっていうのは <laughs> 受かったらね遊べるよ、うん、受かって今,今ほらあの、ね、学生で遊ぶっていうのもだ大事だかもしれないねでもほらあのねえ あ今ご自宅からですかかからであ家からでですす下宿家そうするとやっぱりちょっと片身も狭いと思うんですよ親のすねをかじりながらとかねあれはまあバイトでね、えー、稼いでっていうのもあるかもしれない、ね、今ほらウーバーイーツとかで稼いでる人もいますよね学生さんででほら受かってねあのよりより稼げるわけですよそして行けばいいじゃない、ね、あの銀座のクラブとか今ちょっと危ないけどね今ちょっとそういうところは今8時以降ね あれやってませんので、えー、でもあの世の中またね平和になればそういうところ行けるかもしれませんよ。ね、まあ行ってる先生多いですよ。ね、今は本当行ってないよ。今はあのおとなしくしてますけどねそういう方々も、はい。<laughs> それでどうですか。でとっとと早うかって、なんかその方がいいと思いますよ、えー。はい、そんな感じです。あっという間に時間来てしまいましたね。はい。 じゃあ、ね、皆さんに最後に言いたい、あの個別に、ね、相談したいこともあの多くあると思いますんでね、はいはい、それでねあの、皆さんね、この弁理士という仕事は結局ね、あのまあ、これはね、弁理士だけじゃないよ、ね、やっぱり経営者とかそういう人たちにも求められるし、政治家にも求められる力だね、これですよ、やっぱり、これがある人はね、 あの受かるね、受かるしあの、成功するね、逆にこれがない人はね、だめですえ、向いてない、うん、あの、っていう、適応能力というか、適性というかね、まあ、やっぱりほら、便利して、あのね、あ下手するとさ、何,何億、何十億で動かすような判断につながっていくこともあるわけよ、われわれの判断が。決断力です。で、決断力ある人はね、失敗しても大丈夫です。 次の決断がでできるんですよ事前の策を決断できるんでやっぱり結局石橋を叩いて渡る人多いんだけど石橋を叩いて崩してる人が世の中非常に多いですそれだったらさ別にあの変な判断でもねその間違ってた時にまたこの軌道修正していく力を持ち合わせていた方がよっぽどいいと思うよこれをねあの私は皆さんに送りたいねということで。 あのもうさっきも言ったけどねいち早くスタートすることがもう何よりも皆さんにとっての処方箋です1日当たりの勉強時間を減らせますんで,、ね、で一発合格に必要なあれをね到達できるじゃないですか、ね、無理なくと、はい、いうことです、ね、はいじゃあ私の方からはいあの以上ですわ一時過ぎましたしね、はい、じゃあ皆さん、ね、あの1年間 宮口クラスで、えー、しっかりとやっていきましょう、ね、あの生クラスでも、ねあのーまあ、心配いりませんよちゃんとあのレッグもねこうほらこうかる、ビニール張ってるしね今俺あの、俺万全のためにマスクをしてますけどあの仮にマスクしてなくてもこうあのこ,こで、ね、遮ってますから、ね、<laughs> あの大丈夫ですよ、ね、今日はまあ一応、ね、この炎のイメージのマスクしてますけどね去年ほらレコード大賞を取ったでしょ炎という曲はね。 あ炎じゃないわ炎と読まないといけないねだから私もそれにあやかって炎のようなマスクをしてますわ、えー、ね頑張ってみましょうはいそれではええー、弁理士 a i 時代に生きる広がる弁理士の魅力大公開ということであのレック専任講師の宮口聡がお送りいたしましたはいどうも失礼いたします